ハニッチャチャンネルプレゼンツ大下光太のトライアル&エラー。皆様トラッチュートラッチュー、光太凛こと大下光太です。ヨッシーこと津島よしのりです。はい、ということで、はい、今回この収録ライブ後初の収録でございますよ。まあこの配信前にね、公開録音の、内容とか、キラキラスパイスの方も配信されてますのでね、その後で結構間が空いちゃうんですけども、はい、僕たち収録はもうライブ後のすぐの割と、ね、初めての収録でございますよ、まあいろいろあったねそうね、あったいろいろも本当すごい思った以上にもうみんなテンション高くて盛り上がってくれて、まあ、初めてのライブ、トライアルとしては本当初陣だったんですけども、まあ結構成功、そうね楽しめたってことだね、楽しめて、皆さんも楽しんでいただけたんじゃないのかなっていう感じでございます。まああと忘れちゃいけないのはハニッチュチャンネル内のイメージキャラクター、 あの女の子の名前、決まりました、せーの、キトラちゃんになりました。あれはね、キラキラスパイスのキとトラエラのとで、キラキラとトライラのラ のキトラちゃん、すべてを合わせたアルティメットキャラクターでございます。アルティメットキャラクターまあ可愛い名前で可愛いキャラクターついて、名付けをやる方ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、今回の放送はこういったライブの話をちょっとどんどん掘り下げていこうかなと思いますので、これからのお時間よろしくお願いいたします。お願いします。トライアル&エラー、この番組はスターローズレーベルの提供、メディアクリエイターポイントピクチャーズの協力で 84.0MHz 中央 FM でお送りします。今お届けした曲は中瀬ひなさんで楽園ライブバージョンでございました。このライブバージョンもね、僕たち そのキラトラクラブジャックボリューム1の方で、ひなさんがライブで歌われた楽園の方音源をそのまま放送しております。いやー、まあこれ、YouTube の方じゃちょっと聞けないので、ぜひ、中央 FM さんの生放送と、スターローズレベル内の方でも配信してますので、そちらの方音源の方が、流れますのでね、そちらの方聞いていただければなと思います。ということでね、まあライブですよ。ライブでした。先ほど言いました、キラトラクラブジャックボリューム1、僕たちトライアル初のトークショーあり、ライブありの初陣だったんですけども、まああのね、まずは会場に来ていただいた方、遊びに来ていただいた方、誠にありがとうございます。ありがとうございます。非常にすごい、僕たちが本当に思った以上に盛り上がってくれて、出ている方もすごいテンション上がって、すごい楽しいイベントになったなと思います、盛り上がりすぎちゃった、盛り上がりすぎちゃった本当にもう本当最後ヘロヘロだったヘロヘロだったね。来て遊びにね、ちょっと予定があって来れなかった方とかもいらっしゃるんで、ちょっとどんな内容だったかなみたいな、登録以外にもライブパートの方がちょっと登録の方じゃ流されなかったので、 そこら辺のお話ししていこうかなと思うんですけども、それぞれ
僕たち7曲かな、ね、全部歌ったのは、ね、うんうん、それであのそんなオリ曲が僕たちのオリジナル曲がレッツチャンスウィザーワースタンスだけだって、あとはアニソンのカバーという形でやらせてもらったんですよね、カバーした、うん、うん、よし何歌ったんだっけ。まあ大体全部には入ってるんだけど、メインでやったのは、うん、レッツゴー陰陽師と、うん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 、よっしゃ男歌ね、花の刑事のね。どうしたか、うん、よっしーのイメージ通りの選曲をちょっとしてきた。いやでもね、まあよっしゃ男歌はね、は、自分で歌いたいってなったんだけどね、ああそうだね、レッツゴー陰陽師の方は天の声です、天の声だね、うん、なんでレッツゴー陰陽師になったかっていうのは、うん、まあ天の声、まあ、天の声ということでね、うん、決して中瀬あおあおちょっと天の声、まあ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 自分のはねそんな感じで、そうね、ひなさんが決めたんだよね、うん、でコータリンが歌ったのは、あそうですね、僕は歌のプリンス様というアニメのカバーソン、カバーカバーつうか、オープニングだ、オープニングのオルフェという宮野守さんが歌っているね、はい、歌を歌わせてもらったんですけど、まあなんで歌ったかっていうと、僕は声優の方で、歌のプリンス様に、まあのちょろちょろっと出させていただいたので、まあ、そのつながりで歌わさせていただこうかなと思って歌わさせてもらったんですけど、どうだった、かっこよかった、いやかっこよかったよ本当にね、もうね、まだ見てない方はぜひチェックしてみてください。あのね、見れないから、ライブパート見れないからね、聞くだけでも、ね、聞くだけでも、ね、聞くこともできないから、ね、あれダメか、わかった、うん、ライブのパートの DVD だぞ、うん、本当に、うん、あれ男打ったとか上半身ちょっと18禁じゃないあれ、そうね、モザイクかけよう。マジでいいな、あのね、うん、男歌でね、よし上半身裸でやったの、マジで。なんでこうなったんだろうね、いや違う、なぜそうなっただよ、違う、あのね、練習の時にね、急遽言われて、うん、いやもう本番3日前ぐらいだったよね、あれね。あれ、それその時俺いたっけ。いたか、うん、あ全然聞いてなかった。じゃあ男歌の時、上脱いでやればいいよって言われて、嘘ーって、ね。どうして、だから高録のところしか流れなかったのか、お前のせいだ、そういうこと、おう、あなるほどね、ちょっとトライアルのリーダーとしてそれはどうなんですか、ね、いやもう次やるときは、うん、もう18禁じゃなくなるようにね、もっといいものをお見せしますね、はい、18禁、もともと18禁をテーマでやってないもん、そうね、うん、まあそのね、うん、ライブのところ僕たち以外にも他の2人ね、トライアルのオッキーとカズ君の方もね、そうそうそう、うん、メインで歌ってるものとかもあるんで、はい、後半やつらが登場するんでね、そこら辺のことも聞いていこうかなと思いますよ。あとね、番組宛てにお便り、うん、というか、はい、あそうだ、うん、会場に来てくれた方全員にお配りしてたんですけども、ほうほう、こういったステッカーが、ね、はい、ちょっと映像の方でしかわからないんですけども、キトラちゃんの、うん、メインに映っておりますハニチュチャンネルのステッカーの方がですね、これ全員に配ったんですけども、はい、これ手に入れてない方いらっしゃると思いますので、うん、はい、たくさん、番組宛にメールを送っていただければ配られるかもよ、おうん、配っちゃう、全員応募者全員サービスじゃないですけど、おやおやおや、メールくれたらもらえるかもよ、この可愛いステッカーがあなたの手元に届くかもしれない、もしかしたらサインとか入っちゃうかもしれないね、わおやばいなそれ。まあ言うだけ言っとこう、言うだけ、うん、なのでね、どしどし番組宛てにもお便りまだ、うん、お待ちしておりますので、はい、送っていただければなと思います、はい、それでは後半やつらが来る前にここで曲1曲ご紹介したいと思います、はい、それではご紹介する曲はリリカさんで僕らの未来ライブバージョンです、どうぞ、上がっていきましょうかね、揺れたり飛んだり回ったり叫んだりお好きにどうぞ、遠くで笑う笑顔がまさかね、僕の隣にいる、そんな風にキュッて笑うなんて知らなかったんだ、遠い渡り廊下でも
押して噛みつけてしまうよ。きっと僕らはずっと前から出会うはずだったんだ。何度でも言うよ、この空の下で君の他には何もいらないよ。わがままも全部聞いてあげるから、ずっとこのまま二人で。はい、トライアル全員集合。全員集合。はい、改めましてコータリンこと大下コータです。はい、ヨシーこと島よしのりです。はい、カズこと磯部和弘です。大きいこと沖田拓也です。はい、うん、ということでね、前半の方では我々ヨッシーとコータリンが、はい、まあ、ライブを振り返っての話をちょっとさせていただきます。なるほどね。なのでね、ちょ、まあ、オッキーとカズ君も来ても来ましたので、はいはい、またオッキーとカズ君にもライブの方を振り返ってみて、いかがだったかっていうのを聞いていこうかなと思いますよ。はい、まあね、はい、僕たちトライアル、まあ、先ほど前半の方でも言いましたが、ライブの方で7曲歌わさせてもらいました。はい、そうだね。はい、まあ、どんな曲歌ってたかっていうと、まあ、1曲目から軽く紹介していくと、1曲目ワイルドチャレンジャー、2曲目オルフェ、はい、でちょっとひなさんリリカさんに代わりまして、はい、再び僕たちがで、うん、レッツゴー陰陽師よっしゃ男歌、うん、さらにバタフライヒャダインの上場友情、最後に僕たちのオリジナルソングのレッツチャンスビザワスタンスという順番で、ね、はい、歌わさせていただきました。はい、まあね、通して歌ってみて、うん、俺が感じたことは、うん、まあ自分の体力のなさに、うん、あ、いやいやいや、それみんな、俺もそう、いやいやいや、ね、超、うん、疲れなかった、ね、なか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 、なか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 、あ、カズくんいいや。え、あの会場のこう皆さんがこう盛り上がって、うん、それにね、またね、まあそうだね、一体となって、うん、その体力が、うん、もうもっとね燃焼されると言いますか、なんかもう会場の皆さんの体力を吸い尽くされて、そう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 、うん、それそれ、まあこれが一体感、一体感ですよ、うん、酸素も薄かったですね。まあっていうか、まあ自分の体力の基礎値のなさに俺は驚いちゃったんだけど、驚いたもんだよ。うん、いや、まあ大変だった、うん、本当に大変だったけど、でも本当純粋な感想を言わせてもらうと、俺はあっという間だったかなと、うん、そうね、そうね、うん、楽しすぎて、うん、ヨッシーは、いや、もうなんだろう、練習始める準備期間からライブ終了まで、うんうんうん、いや本当に幸運矢のごとし、あ、早かったね、うん、本当に、うん、早かった、あっという間だったよ、あっという間だった。まあつっても1ヶ月もなかったけどね、本当に、そうね、選曲すべて決まって、はい、練習する時間も本当1ヶ月なかったんですけど、うん、まあそれにしては歌詞も少しの間違いでちょっと間違えたぐらいね、なかったな。カズくんはどうだった？ね、さっき言おうとしてたんだけど、はいはい、あのね、うん、やっぱりライブでみんなでわーって盛り上がったおかげで、うん、なんか疲れるのも忘れるぐらいだった。ほ、うんと、じゃあ疲れが後から一気に来る方だ。そうそう、なんか疲れが、うん、はっ、疲れてたんだ自分みたいな。そうだね、次の日立てなかった、うん、ね、もう全身筋肉痛だった。そう、メンテナンス必要だった感じ。ほんとメンテナンス必要だった。ロボットか。うん、いやでも次の日はね、ほんとぐっすり俺は寝ましたよ、うん、そうだそうだ、うん、俺もそう、爆睡したぐっすりだった。オッキーは？僕はですね、もうね、夢のような、まあ、あ、違う、ね、違う、夢だったんじゃない？夢、オッキー夢だった、オッキーだけ夢だった、だって、トライアルのライブパートでさ、うん、僕たち3人と、あとなんか1人銀色の大仏みたいな、あ、違う、あ、違う、違う、大ちゃん、違う、大ちゃん、そう、大ちゃん、大ちゃん、新しいトライアルのメンバーって、なぜか大仏のお面がステージの真ん前にドンって置かれてる、ファンの方から、うん、それ新しいトライアルのメンバーだっていましたよ、いましたよ、それ出てたよね、出てた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 、あ、いた、いました、いました、あ、そうか、そうか、銀色の大仏、ほんと目の前だからね、全然踊ってもないし、ね、踊ってましたよ。分かった分かった、オッキーどうだったの、うんうん、僕はですね、うん、もうほんとにね、幸運屋のごとしですよ。俺と同じこと言えばいいと思ってもうほんとにもう夢のような、ほんとに一瞬、うん、まあ楽しかった、楽しかったですね、うん、本当に一瞬だった、ほんと、まあそれだけ初ライブにしてはほんとに、うん、まあ、緊張、すごい、俺前日緊張して寝れなかったんですよ。あ、え、うん、遠足前の、遠足前の、うん、小学生、あれは違う、あれとは違う、あれとは違う、あれはなんか楽しみすぎて寝れない、うん、俺は、うん、どうなるか。あ、なるほどね、この短い練習期間しかない、うん、だから、はい、あのね、こうできるかな俺みたいな、うーん、いやでも分かる、うん、あとね、これ、あ、そう、これだけは絶対言わせてもらおうと思ってたのは、ちゃんと僕3兄弟なんですけど、うん、ライブに出てたのはかっこいい兄貴の方なので、うん、
かっこいいヤンキーのポータリング。あの大体ねトークショーとかで、ね、ゲームのメーカーさんとかのトークショーで出てくる僕は弟の方なんだ、うんうん、そうな、うん、どへん言ってるね、うん、そう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 だわ何もしてない方が末っ子。これねみんな覚えておいて、あのトライアル、ただいまここにいるのは長男の大下光太だから。長男坊なんだ。長男坊だからあのね、ファンの方なんか本当ライブ来てくれて嬉しくてありがたいんですけども、最前列で変態コールはやめてください。参りましたね。あったね。本当出てきた瞬間俺変態コールされたよ。しゃしゃされたされた。それ弟の方だからね、ずーっと言い訳して。言い訳じゃない、まあまあまあそういうことなんで、皆さんよろしくお願いします。まあでもね、カズ様に大体持っていかれたけどね。そうだね。すごかった、すごかったよ。あの見てこれ、今のこのってあのね、みんな聞いて楽屋のじゃちょれえなってタバコ吸ってたから。タバコなんか吸わないから本当に。その嘘の事実。潰しにかかった。ちょっともうゴータリン。まあでも本当にステージで聞こえてきたのが、カズくん、カズくん、かわいい。ね、そんなコールしか聞こえなかった。そうね、それしか印象に残ってない。コータリンコールして、変態コールじゃなくてコータリンコールして。俺の中で思いながら。嬉しいじゃないですか、変態コールも。嬉しいですよ。僕なんてね、あの、なんだなんだ、なんかあったかな。え？あったでしょ、あったでしょ、この。なんかあったでしょ、なんか。なんかそうそうそう。まあなんかあったよ。なんか。悪にひどい。ありましたよ。そうそう。それでね、僕たちこの7曲選んだ理由が、まあレッツチャンス、ウィザーワスタンスは僕たちのオリジナルソングなんだらなんですけど、まあそれぞれあの1曲ずつそれぞれ代表で曲を出していって選んだ曲なんですけども、結構セットリスト、このセットリスト割と良かったよみたいな、選曲良かったよみたいな言葉いただいて大変ありがたい。ありがたいですね。まあ盛り上がる曲を割と選曲して、懐かしいものか新しいものまで、はい、出させてもらったんですけどもね、押しむらくはちょっとアンコールの方が用意できなかった。あ、そうだよね。なのでまああのなんだかんだでオリジナルソングが僕たちレッチャンス、ウィザーワスタンスしかないじゃないですか。そうね。なので次回のライブまでにはもう少し曲増やせれたらななんてちょっと今から言っておこうかな。そうね、そうだね、そうだね。なのでスターローズレベルさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここで、ここでそれにさらに会場で販売しておりましたグッズ、タンブラーとかも好評で全部売り切れてね。そうだね、売り切れちゃったね、びっくりした。ありがとうございます。ありがとうございます。今回のライブにはもう少し多めに作っておくんでね、はい、その時もよろしくお願いします。ということでここで曲1曲ご紹介したいと思います。それでは我々トライアルでレッツチャンス、ウィザーワースタンスのライブバージョンです。どうぞ。街を照らす小さな光、ゴールはまだ遠くて見えないけど、歩いてくこの道をたとえ迷ったりしても大丈夫さ、それでも今が別社さ、自分が選んだ道悔やまぬように、手探りでも前だけ向いて、レッツチャンス、ウィザーさん支えてくれる仲間と励まし合ったり、レッツチャンス、ウィザーさん手にするチャンス掴み取ろう、きっと雨雲のその先に太陽が見てるように、見守っていてくれる、そうみんながありがとうを伝えたい、大切な人たちに恥ずかしい
しくて言葉じゃ言えないけど、あの空の向こうに何があるんだろう。楽しいことばかり考えそうで、自分らしくそれでいいじゃない。Let's chance, 皆さん背中を押して、僕たちだけじゃダメなんだ。 Let's chance, 皆さん心を乗せて一緒に行こうさ。夢を隠したその地図を描く僕らを照らし出すよ今、歩こう、そして君と手と手つないで一緒に歌おう。後ろはもう振り向かない。 Let's chance 皆さん支えてくれる仲間と励まし合ったり、 Let's chance 皆さん手にするチャンス掴み取ろうきっと。 Let's chance 皆さん勇気を出して、スタートラインはここだよ。 Let's chance 皆さん手ぶらでいいじゃん、乗り越えよう。 We are just startingありがとうございました。エンジェルノートベストコレクションボリューム8、オレンジキャンディーボックス。最新ゲームタイトルやエンジェルノートの名曲の数々をぎゅっと詰め込んだオレンジキャンディーボックス。豪華な歌姫たちのハイクオリティの主題歌集オンセール。はい、インフォメーションのコーナーでーす。はーい、はい、最初の方でも言ったんですけども、うん、ハニッチュチャンネル内のこちらトライアル&エラーと、あーあ、なんだ、なにが、な、な、お、だ、さ、おー、おー、おー、トゥーミー、トゥーミー、なにこれ、もう消えてる。え、なにこれ、あ、すごい、吹き消して、吹き消して、はい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 、あ、ちょっと なんか突然抜け、せーの、やっておめでとう。はい、まあ何が起こったかって言いますと、はい、今回この収録している日なんですけど、まあ9月、うんうん、僕とヨッシー、カズくん、こちら誕生日月なんですね、うん、そうなの、あのね、これ言っとけ、全然知らされてなかったからね。あの、すごいケーキが今登場して、え、みんなに見えるように真ん中に置いてあげる。映像の方ちょっとぜひ見ていただければなと思うんですけど、すげえフルーツ、フルーツタルトケーキや、これ、ね、あのね、ライブを頑張ったので、はいはい、あの、鈴木ルヒカ、えらいちゃんから、うわー、ありがとうございます、鈴木ルヒカさん、ありがとうございます、次の番組に来ていただければなってずっと思ってます。えらいちゃんだからね、やばい。あだ名はえらいちゃん、えらいちゃん、えらいちゃん、えらいちゃんにがくれたので、いやー、サプライズで持ってきました。ありがとうございます。後ほど美味しくいただきますね、はい、うん、すごいでしょ。はい、まあ、あの、あとそれだけじゃないですよね。そうなの、そうなの、あのね、あの、はいはい、リリヒナが先週やったじゃん、その時にメールを読み切れなかったメールがあって、うん、はいはい、それがトライラのことも書いてあったので、ちょっとここで、あ、ぜひご紹介していただきます、うん、先日のライブお疲れ様でした。私にとってやはりリリカ様の熱く魂のこぼった歌声は最高です、うんうん、ド S は最高のド M、 かつて3回放送で放った重力と戦うソルジャー第15回目で、私のなんとか以来の名言、伝説の名言かと思います。で、今回のライブの良かったところを書かせていただきます、うんうんうん、芸人4人カッコトライアルのポーズコンテスト、あの、かっこいい声優ユニットですね。はい、実は、振り付けの打ち合わせをリリカ様からがステージ上でしたため、ひな姫様も
かし飛ばしの神が降臨し、うんうん、史上最もグダグダになってしまったクルセダードリーム。ハニッチュ化されてから一切メール投稿していなかった私に対するひな姫様からいただいたゴッド級ビンタなどなどいっぱい書いてあってねといろいろと書いてみましたが、一番はやはり鈴木ルヒカのえらいちゃん様が会場到着後から物販なわけで終始ご満悦の表情だったところが印象に残りました。かっこ笑でね、リリカが11月にライブやるんだけど、はいはい、その川崎でのカオスパーティーに参加しますというメール。そしてなおトライアルメンバーに対するひな姫様ゴッドはそばから見ていて非常に美味しすぎるので、ライブ後の恒例コーナーとしてはいかがでしょうか。もちろん無条件ゴッドオーバー上司命令で、それでは失礼いたします。ちょっと待って待って待って、あれね、兄貴さんからありがとうございました。ありがとうございます。あれガチで痛いですからね。痛いやばい。いやでもあの一番最初に並んだ人のが多分一番入ったと思うよ。なるほどね。まあ気合入ってますからね。まあそのうちだから、本当のゴッドオーバーを、本当のゴッドオーバーできれば勘弁していただきたい。本当に終わった後殴られましたけどね、僕のあのやられましたよ。頑張った頑張った成果がこれですか。そう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 、違うのよ、私のビンタは運が良くなるのが頑張ったねパーンでこれ以上運が上がるようにね。おパチコーンって飛んでっちゃいますか。やばい、アンパンマンならもう顔ぐちゃぐちゃです。恒例行事って書いてあるよ。恒例行事で、じゃあまあ前向きに努力いたします。さあはい、はい、ということでした。ありがとうございます。じゃあ帰るね。あどうぞ。 ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、はい、じゃあね。ありがとうございます。ありがとうございます。しまあおー消えた。まあいつものように嵐の消えた。消えた、うん、まあ、あーすげえなケーキ。これねやばいね。もうおめでとうございます。でも今何を落としたか全然忘れちゃったもん。俺ももうケーキのあまりの凄さにね。まあね、じゃあインフォメーションの途中だったので、はいはい、まあ手短にやりますけども、はい、まあ、あの番組こちらキラキラスパイスとトライアル&エラーの方にお便りをいただいた方にはこちらの、はい、キトラちゃんのステッカーをですね、はい、こちらの方お配り、配信じゃないな、お届けしないとなと思います。あとはそうですね、あ今回お届け、うん、番組内で、ね、お届けした3曲すべてライブバージョンでございますので、はいはい、そうですね、少しライブの方に来てこられなかった方も、はい、ちょっとライブ気分を味わっていただけたのではないのかなと、まあ本当にまた生で聞きたい方は次回第2回と多分ボリューム2とあると思いますので、はい、そちらの方に来ていただければなと思いますね、はい、まあちょっと駆け足で、はいはい、インフォメーションの今回もう最後こんなどでかいサプライズが来るとは、びっくりした。今すごい外でお偉いちゃんがニヤ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 しますけど。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。よし、何歳になったの。え、おーもう27になっちゃった。カズくんは21だよ。生意気。へぇ、まあ、僕は26になりましたね、あ、大きい誕生日だった。6月23日です。はい、お疲れ様でーす。あれ、いいな、ケーキいいな。まあということで最後全部なんかね、今回の放送ひなさんに持っていかれたような気がします。持ってかれちゃったな、これ。まあ次回ライブまた打っていきますので、ぜひその際も参加していただければなと思っております。はい、よろしくお願いします。ということで今回のトライアル&エラーはここまでということで、お相手は私、大下幸太ことコータリンと、ヨッシーこと津島よしのりと、カズこと磯部和弘と、大きいこと沖田拓也でお送りいたしました、来週はキラスパです。トライアラは再来週でございますね。はい、じゃあその時までバッハーイ。何ちゅうわかりか。トライアル&エラー、この番組はスターローズレーベルの提供、メディアクリエイターポイントピクチャーズの協力で 84.0MHz 中央 FM でお送りしました。